スティーパン・ラディッチは、クロアチア人の政治家。クロアチア共和農民党を組織した。1871年、クロアチアの施策均衡で生まれた。1904年、兄とクロアチア共和農民党を結成し、ハンガリー支配に対して抵抗した。第一次世界大戦後は、セルビア人主導の中央集権的な南スラブ国家形成に反対し、文献的。 連邦主義的な南スラブの統合を主張した。しかし、セルブクロアート、スロベーヌ王国において、セルビア人主導の集権化が進められたため、ソビエト政権への接近を図った。これに対して政府は1925年にラディッチら、共和農民党員を逮捕した。獄中のラディッチは、急進党のニコラ・パシッチと妥協、中央集権的な憲法を認め、 東米から共和を外した。その上で釈放後は、パシッチと連立政権を発足させたため、クロアチア人の一部から支持を失い、再び野党に転じた。1928年、議事録で用いられる文字を、クロアチア人などが用いるラテン文字にするか、それともセルビア人などが用いているキリル文字にするか、国会で審議が行われていた。その最中、 旧神道のプニシャラチッチがラディッチに対して発砲。その傷がもとで8月8日にザグレブで死去した。クロアチアの200空の紙幣に肖像が使用されている。ありがとうございます。